なあ,あ何びっくりしてんの突然イヤホン外されて驚いた俺が隣に来たことにも気づかないくらい夢中になってたみたいだけど、さっきからスマホで何聞いてんのはあ好きな配信者の配信聞いてた今俺と一緒にいるのに 俺と話すよりもそいつの配信聞いてる方が楽しいんだ。へえ。彼氏より優先されるやつってどんなやつちょっと片方イヤホン貸してみ。<laughs> なんでだよ。なんで嫌がんのなんかやましい内容なの普通の話ならいいだろ別に俺が聞いたって。 なんで切っちゃうんだよ。そんな隠すようなことされると余計気になるんだけど。まあいいや。じゃあスマホ置いて。こっち見ろよ。何なんで目ぇそらすのこっち見ろって。 俺ずっと放置されてて寂しかったんですけど。しかも俺と一緒にいる間に俺以外の男に夢中になられてさは。はただの配信者さんなんだからいいでしょって。ええ、俺を怒らせたいの怒らせてどうしたいのどうされたいの 言ってみろよ。ほら。なんで黙っちゃうのお前が言わないなら代わりに言ってやろうか。お仕置きして欲しかったんだよな。違う違わないよな。 どんなお仕置きがいいのさっきまで他の男の声で満たされてた。その耳にキスしてやろうか。それとも首筋もっと、下。<laughs> 何真っ赤になっちゃって。 もしかして恥ずかしいのお前お仕置きされたかったんだろだったらこれくらいで恥ずかしがってんじゃねえよさあどうしようかどこからお前を堪能してやろうかじゃあ まずはその赤くほてった唇にキスしてあるよ。もう二度と生意気なことを言えなくなるくらい俺に夢中にさせてやる。<music>